島津達久は、室町時代の守護大名。薩摩、大隅、日向守護。島津市、第十代当主。九代当主、島津忠国の次男。小似忠政。陽名は、安房丸。通称は、又三郎。官位は、修理介、仏守。父が、文明二年に死ぬまで守護であったため、律久が当主としての知性は四年間に過ぎなかったと、されているが、 実際には、父と家臣の対立から、長六二年頃から、家臣団によって、ただ国を排除する計画が進められ、長六三年十月以前には、立九が、新色忠春、河山長九ら重心の力を借りて、父を追放して、家督を奪取して、事実上の仕事となっていた。日向の伊藤有行とは僕して、婚姻を結んだことで、日向国への影響力は低下したもの、薩摩、 大隅の経営に専念したため、寮内は平穏な日々が続いていた。また、兄弟を寮内の用地に配置するとともに、一族や重臣たちに対しても、遺作家を、伊作城から駆守城へ、二色家を、渋子城から帯城へ違法させるなどの配置替えを行って、彼らを牽制し、守護量を拡大させることで地位の安定化も図られた。さらに、 琉球や李氏朝鮮とも交易を盛んに行っていた。応仁元年、応仁の乱が起こり、2年後には、東軍の細川勝本に味方したが、勝本の出兵要請は拒否して出陣せず、名目上の東軍であった。一方、おじの豊か周家当主、島津末久は、西軍の山名総運に味方していた。これは、応仁の乱に際して、他の諸大名と同様に、 どちらが負けても家が存続するようにしていたためである。文明3年、桜島が大規模な噴火を起こし、立休没後の文明8年頃まで続いた。噴火による荒廃は農地に多大な被害を与えたために被災地であった日向。大隅方面に所領を持つ家臣やその領民は困窮したと見られ、その後の両国経営に暗い影を落とすことになる。文明6年、 43歳で死去。着難の忠政が後を継いだが、立久の生前に、殺衆家の島津邦久を養子氏に迎えて実施である、忠政を一級雲流寺に入れて、そうにする予定であったとする記録もあり、この際の混乱がその後の家中の内紛の一員になったと考えられる。墓所は、一級雲流寺跡、福将寺跡。ありがとうございます。